富山 GRN サンダーバーズは、プロ野球独立リーグベースボール、チャレンジリーグに所属する富山県のプロ野球チーム。チーム名は、立山連邦に生息する富山県の鳥、雷鳥から命名された。ただし、雷鳥の英名は、ターミゲンもしくは、グラウスであり、雷と鳥からの直訳でつけた和製英語である。発足当時のチーム名は、富山サンダーバーズであったが、 後日の通り2015年に命名権契約を結んだことから GRN が入った名称となった。リーグが6級男性だった2008年から2014年までは北陸地区8級男性となった2015年からは西地区に属する。2020年は新型コロナウイルスの感染拡大対応によるリーグ戦形式変更により西地区のグループ E に属した。 2021年も西地区に所属する。2021年9月1日、2022年シーズンはリーグに参加せず、現在の西地区4チームで新リーグを結成することを明らかにした。9月16日に新リーグの名称は日本海オセアンリーグとなることが発表された。本節の出展は特急以外についてはリーグウェブサイトの試合日程による。 リーグ発足時から所属する他チーム同様、特定の本拠地を定めていない。発足から2014年までの開催球場は、富山市民球場アルペンスタジアム、県営富山野球場、高岡市営城工事野球場、黒部市、宮野運動公園野球場、魚津市桃山運動公園野球場、富山市野球場、小矢部野球場、立山町総合公園野球場であった。 2014年には、雨天で中止となったオリックスバファローズとの交流戦1試合を、神戸総合運動公園野球場サブグラウンドで実施した。この間の球場別開催試合数は、以下の通りである。2007年は、アルペン、上皇寺、都並が同数で最多であったが、2008年以降2014年まで、年間最多開催になった回数は、桃山が3回、アルペンが2回。 都並と上工事が各1階である。また、2014年までのポストシーズンゲームのホーム、開催球場は以下の通りである。2015年からは新たにオープンした高岡西部総合公園野球場が加わり、同年以降は毎年最多開催で主たる開催球場となっている。ポストシーズンゲームは2015年の地区チャンピオンシップは高岡西部。 2017年の地区チャンピオンシップは上皇寺。2018年の地区チャンピオンシップはアルペンで、それぞれ開催している。一方、2014年以前の開催球場のうち、館山は2015年以降開催がない。2018年は、宮の運動公園野球場での開催がなかったが、2019年からは、毎年試合が開催されている。2014年は、 前5先制2020年はトーナメント、他は前3戦制2020年はトーナメント制選手、スタッフについては、富山 GRN サンダーバーズの選手一覧を参照。オスの来庁という設定の、ライティー2011年に発足した専属チアリーディングチーム、チア TS があったが、2019年シーズンをもって、活動を休止した。 富山サンダーバーズの応援団、施設応援団、来庁応援団が存在する。ありがとうございます。